出しゃばりかなって思ったんだけど。え？家に電話したの？違うよ。キャロラインってお姉ちゃんの店で働く気はない？お店ってハッピーベリー？うん、キャロラインのこと相談してみたんだ。ありがとう。美和子の友達が仕事探し、うわ、何これ、すごい。すいません、気が利かなくて。サンキュー。両手塞がっていろいろ話したいことがあったんだ。ランチくらい付き合ってよ。はい。で、そっちの相談って？あの、私、もしかしてモデルの仕事がしてみたくなったとかじゃない？あ、はい。そっか。スペシャルランチ2つです。もう早速来週から放課後3教科ずつだよ。3教科か、塾に間に合わないな。塾はやめることにしたんだ。受験はまだ迷ってるんだけどさ、受けるにしても見え張らないで身の丈に合った大学。何としてもベーダを取り戻す。僕を導いてくれ、ロックオン。アーデさん、戦果を期待してるです。了解、セラビ、ティエリアーデ、行きます。準備はいいか、ソーマピーリス。趣味你们